マッチ・ハウタマキは、フィンランドオウル出身のスキージャンプ選手。7歳の時出身地のオウル近郊でジャンプを始める。2歳年上の兄、ユッシ・ハウタマキとその友人ラウリ・ハコラが、クオッピオへ移った時一緒に移り住んだ。クオッピオの体育学校で、ペッカ・ニエメラコーチの指導を受け才能が開花。ノルディックスキージュニア世界選手権で、個人、団体合わせて銀メダル2個。銅メダル2個を獲得している。2001、2002シーズンのスキージャンプ週間で自己最高位の2位となる。2004、2005シーズンには2001、2002シーズン以来2回目のノルディックトーナメント優勝を4戦全勝で達成。このシーズンはヤンネ・アホネンがジャンプ週間の3戦目までに新記録となるワールドカップ6連勝を達成。ハウタマキもプラジェラートのプレオリンピックからノルディックトーナメントの4戦を挟み、プラニツァの初戦までタイ記録の6連勝を達成し、結果的に総合3位に入った。彼のジャンプは何度も20点満点をもらうほど綺麗なフォームで理想的な干潟と考えられている。2003年から2005年までフライングの世界記録保持者だった。2003年3月23日にプラニツァで 231.0 メートルの新記録を樹立、2005年3月20日に 235.5 メートルを記録して更新。しかしその4年後に飛んだビヨーン・アイナール・ローモーレン、ノルウェーが 239.0 メートルを飛んで、世界記録保持者の座を奪取した。ありがとうございます。